脳にはアンビデントな配位子であり、N または O で配位結合を形成する。N で配位する場合は、ニトロ、O で配位する場合は、ニトリトと呼ばれる。アンビデントな化学種とは、化学結合を形成し得る2種類以上の原子を構造中に有するものを言う。配位子、吸覚剤、吸電子剤などに対して用いる。 両座あるいは両性という訳語がしばしば用いられる。対象が、吸覚剤や旧電子剤の場合は、反応性を有する2種類の原子間が強約系を有している場合に主に使われる。強約していない場合は、単に二関納性という。アンビデント排子とは、構造中の2種類以上の原子から、肺結合を形成し得る、排子を言う。両座排子とも訳される。 OCN、SCN マイナスなどの例があり、結合する原子によって連結異性体を形成しうる。結合している原子の位置を明確にするために、デンティシティと呼ばれるカッパを用いた表記法が用いられる。アンビデント嗅覚剤とは、分子上の異なる2箇所に嗅覚性を有する原子を持つ化学種である。エノラート陽音は、骨格中の炭素原子と、 酸素原子のどちらも、吸覚性を有するアンビデントな吸覚剤である。アンビデント給電子材とは、分子上の異なる2箇所に、給電子性を有する原子を持つ、化学種である。カルボン酸エステルや炭酸エステルは、構造中のカルボニル炭素とアルコキシ炭素の双方で、給電子反応が進行し得る、アンビデント給電子材である。アンビデントな化学種が、 他の物質とどのように化学結合するか、あるいはどのような化学反応を起こすかは、ハサー部即から推測できる。IUPAC ゴールドブックアンビデント、ハット JORG、兼、2005、70、ピアニッシモ2219-2224度い、10.1021、常例4 8 5 3 2 b ありがとうございます。